皆さん、こんにちは。小紫真由美ですえ今日のテーマは、人に好かれる話し方。中でもですね、好印象を与える、えー、話し方についてお伝えしたいと思います。 好印象ということですのでやはりですねポイントは会話のスタートが肝心何事もですね最初のよく第一印象と言いますけれども最初の時に相手と関わった触れ合ったその瞬間に相手から感じ取る印象ってすごく大きいんですよね例えば見た目であるとか立ち居振る舞いといったそういった好印象ももちろんあるんですけれども今回は会話とかトークですので、まあ、何をしゃべるかっていうそこに絞ってお伝えしたいと思います で、えー、じゃじゃーん。好印象を与えるために会話のスタートが肝心。具体的にはこれがキーワードです。会話をしている相手の前後をイメージする。よくわからないですよね。キーワードは前後なんですよ。会話をしている方の、方が自分と会う 前後、要は会う前にどういう行動をとっていたか、そしてこの後、自分と別れた後にどういう行動をとるかというところに思いをはせて、えー、ちゃんと会話で伝えるということなんですね。えー、これはどういうことかと言いますと、例えばね、非常に簡単なことなんです。 私、ある時銀行に行きました、その日はですねちょっとあの雨がかなり強く降っていたんですね、そして銀行について窓口に、えー、番号を呼ばれていたところ、えー、雨の中、えー、お越しいただきまして、本当にありがとうございました、濡れませんでしたかと、受付の女性の方がにぎらってくださったんですね。もうそれがすすごく身に染みたんです というのもですね、あの普段そういったあの、例えば金融機関であるとか、いろんな、えー、販売の、えー、現場っていうのは、デパートに行ったりとか、物を購入した時に、そういった、えー、例えばレジに行くとか、えー、そういった受付の窓口に行くっていう経験ってたくさんありますよね。でも、その天候が悪い中、えー、買い物をした時に、わざわざ、えー、自分自身の ねえー、家からその雨に濡れてきたことをねぎらっていただいたりとかそんなことは経験がなかったので、えー、ただ単に「ありがとうございます」って言って手続きをするとか、えー、物を買ったことに対する、えー、対応してもらうだけじゃなくて自分の行為をねぎらってもらったということがもうちょっとしたことなんですけれども嬉しかったんですよねそしてその方はこういうふうにも言いました「えー、このあとまだちょっと雨も降ってますのでお、えー、気をつけてお帰りくださいね」って。 今日はありがとうございました。これは私のその先の行動までちょっと思いをはせていただいているということですね。まあ、これだけのことです。目の前にいる相手が、えー、今日自分と会う前にどんな行動をとってここに至っているのか、そしてこの後どういう行動をとるのかということをちょっと と考えて、えー、その方に対するねぎらいであるとか、優しい言葉をかける。これだけで、あ、この人はちょっと人と違うなっていう相手の心に残る、そんな好印象の、えー、トークができます。 これはです、ね、他にも色々と応用できますよね、えー、例えば初対面の方じゃなくても相手の方と2度目3度目と会うそういう知り合いの方であってもです、ね、その方と以前会った時に、えー、どんな自分が関わり方をしていたのか例えば相手に、えー、何かおご馳そうしてもらったかもしれませんし相手とこんな会話が弾んだなって、えー、前回会った時のことを想像したり、まあ、もちろんその方が、えー、今日自分と会う前にどんな用事を済ませてくるのかとかそんなことをちょっと考えて 考えると例えば、まるさん、今日、えー、ちょっと大事な商談があるっておっしゃってましたけれども、お疲れじゃないですかっていう言葉が出たりとか、ね、お疲れ様でしたとか、あとは、先日は本当にごちそうしていただきまして、ありがとうございました、美味しかったですとか、先日お会いした時に、えー、娘さんの誕生日だっておっしゃってましたが、その夜のパーティー結構盛り上がりましたかとか、そういった風に相手のことを思いを馳せるだけで、いろいろとトークに膨らみも出ますし、相手の方も、あ覚えていてくれたんだ、 自分のことをこの人はいろいろと考えててくれたんだっていうそれってすごく嬉しいことなんですよね。でちょっと、えー、場面は変わりますけれどもこんな時もありました。タクシーにに乗った時に、えー、運転手さんがですね、えー ある運転手さんは、私荷物をたくさん抱えてタクシーに乗ったんですけれども、降りるときにですね、あの、お金を支払いした後降りるときに何も言わずにパッとドアを開けたんですね。するとですね、ドアのところにかけていた傘が外に倒れてしまった。えー、荷物もですねガ、ガサガサと倒れてしまって、ちょうどその時雨が降っていたので、ものすごく私困ったんです。何も言わずにちょっと自動ドアで開くじゃないですか。それがすごく残念だったんですね。で、かといえばですね、こういう方もいます。 ああの雨降ってますのでゆっくりどうぞごゆっくりどうぞってあのこちらがねちょっと焦って出ようとして荷物をまとめていると「あゆっくりどうぞ」って言ってくださったので「ありがとうございます」あこの方いい方だな」ってそれだけでもすごく身にしみるんですね。 こういったマニュアルでない、やっぱり相手の行動を先にちょっと読んで、この人が今どういう状況にあるのかっていうのを、思いを馳、えー、せていただくとですね、とっても人間としての触れ合いが生まれて、ただの接客とか、えー、ただの接客マニュアル、そういったものではない、人とし,てとしてのつながりが生まれる。そしてその人と,し人としてのつながりってすごく強力なボンドになるんですよね。 うん、その会社の名前は忘れるかもしれませんけれどもその運転手さんのことは覚えているかもしれませんしやっぱりその運転手さんがいる会社だからあのタクシー会社をということで私もずっと同じ会社を利用させていただいています、えー、いかがでしょうか、えー、相手に好印象を与える話し方ということでやはり、えー、大切なことっていうのは本当はねこれマニュアルじゃないんですよね、えー、想像力とか相手のことを、えー 観察する気持ちっていうのがあれば、自然に相手がどうして欲しいか、どんな状況にあるのかっていうことが、えー、思いやれるんですけれども、そうじゃない場合とか、ちょっとこちらもね、余裕がない時っていうのは、あえて一呼吸を終えて、この相手の方が、えー、今どんな状況にあるのか、例えばどんな天気の中、どんな精神状況の中、ここまで来てくださったのかとか、今日この後どんな予定があるのかとか、そんなことを想像すること。 そして以前会った時の、えー、その方とのやり取りなどを想像することで今目の前にいる相手とのトークが何倍も温かいものになるということです是非、えー、皆さんもですね、えー、これ普段の生活でもビジネスシーンでもお客様との会話でもどこでも使えると思いますので取り入れてみてください、えー、今日はここまでですセルフプロモーションコンサルタント話し方、えー、プレゼンテーションの専門家小紫崎真由美でした